はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、みのけんじです。さあ、本日の動画はこちら。ウィニングポスト9-2021の、まあ、新しいね、配合理論である全兄弟インブリードに関して、またちょっとね、掘り下げていくというか、今回は、具体的にどういった配合が全兄弟インブリードになるかっていうのを、まあ、検証というか、まあ、ネット競馬の配合シミュレーター使ってね、ちょっとね、やっていこうかなと思います。まずはこちらですね。ハープスターと名称サムソン、それがどういう配合なのかっていうのを、ちょっとね、配合シミュレーターを使って見ていきましょう。はい、こちらが、まあ、ネット競馬でのね、配合シミュレートができるサイトですね。で、こちらが結果ですね。まあ、サドラーズウェルズとフェアリーキング。こちらが全兄弟なんで、まあ、全兄弟インブリードが発生しますよと。じゃあ、ちょっとね、相手を変えてどうなるかっていうことですね。ハープスター、まあ、こちらフェアリーキング入ってて、まあ、サドラーズウェルズの血が入ってる、まあ、種牡馬ってことで、まあそうですね、フランケルとか、ちゃんとこれね、正確に記入しないとね、ダメなんですよね。フランケルが、まあ、ちょうどね、3代前にサドラーズウェルズの血が入ってて、まあ、同じく、まあ、ハープスターなんでフェアリーキングが入ってますよと。まあ、なんで、相手がフランケルでも全兄弟インブリードが使えますよっていうことですね。まあ、この他にもね、いろいろあるんですけれどもね、まあ、サドラーズウェルズの血が入っていれば、まあ、全兄弟インブリードが発生しますよと。まあ、そうなんで、まあ、エルコンドルパサーとか、そういうものも該当しますね。まあ、エルコンドルパサーとかね。まあ、こんな感じですね。エルコンドルパサーの母の方にサドラーズウェルズの血が入っていて、まあそれが、まあ 3×4。まあちょうどね、3×4 ですね。全兄弟インブリードになりますよと。まあ、ノーザンダンサーの血がね、かなり濃い感じになってますよね。ノーザンダンサーが 15.63% 入ってると。まああとそうですね。まあこれは一つの例ですね。まあ実はね、サンデーサイレンズにもね、ゼンマイの兄弟がいて、それが実は日本に繁殖牝馬として輸入されてるらしくて、ただそこまで結果は出てないみたいですけれどもね、ひ孫に当たるのが中山近年を制覇してるぐらいかな。なんでめちゃめちゃ発展してるってわけでもないんですけれども、まあもしかしたら収録されてるのかもしれないですけど、多分収録されてないと思うんですよね、その、馬に関しては。結果っていうか、まあ、重賞勝ってないと収録されてない馬も多いんで、ちょっとそこが難しいところですね。で、キングマンボのゼンマイが、ラブズ・オンリー・ミーのお母さんっていうこともね、話したんですけれども、前回ではね。で、そのラブズ・オンリー・ミーの子である、ラブズ・オンリー・ユーですね。ラブズ・オンリー・ユーをお母さんにすると、まあ、そうね、こっちの方ですね。父系の方にキングマンボの血が入ってると、まあ全兄弟インブリードが発生しますよと。まあちょっとこれだとね、2×3 になっちゃうんで、ちょっと血が、もうちょっとね、薄くしないとダメなんですけれども、まあエルコンドルパッサーの孫ぐらいに当たるまでの種牡馬がいれば、まあうまく使えるかなっていう感じですよね。で、エルコンドルパッサーがサドラーズウェルズが入っているので、まあ、フェアリーキングの血がこっちの母系の方に入っていれば、そっちでも全兄弟インブリードが使えるよと。まあ、そういう感じになってますね。まあ、だから、エルコンドルパサーに関しては、キングマンボとサドラーズウェルズ、この2つの系統で全兄弟インブリードが発生させることができると。ただ、両方同時に、フェアリーキングとこっちのキングマンボですね。で、インブリード、全兄弟インブリードが発生してるとちょっとどうなるかっていうのがどうなんですかね。爆発力6稼げるんですけれども、その倍の12になるのかっていうのはちょっと不明ですね。まあ例えば、そうですね。まあラブズ・オンリー・ユーに、まあフェアリー・キングの血を入れると。そうすることになると、まあ一応全兄弟インブリードが2つっていうことにはなる。計算にはなるけれどもね。実際それやってみて、どうなるかはわからないですね。まああと面白いもので言うと、そうですね。
まあ、ラブズオンリーユーがディープインパクトの子供なんで、まあ、実際にはまあこの段階ではできないんですけれども、ザ・サンブラックを僕の父系の方に入れると、ブラックタイドとディープインパクトの全兄弟ヒブリードっていうものができるので、まあこれだと 2×2 でちょっと違う濃すぎるので、もっと台を重ねていけば全兄弟インブリードっていうものもできますね。これもかなり面白いですよね。ブラックタイドとディープインパクト、このね兄弟の血が入ってる馬同士で掛け合わせると全兄弟インブリードが発生すると。まああとそうですね、アドマイアグルーブとか、まあエアグルーブの子供が結構多いかな、そういうのが。まあここにエアグルーブを入れたとします。いや、エアグルーブじゃない方がいいか、アドマイアグルーブの方がいいかな。でサンデーと、まあ、エアグルーブですね。でそれでアドマイアグルーブで、サンデーとエアグルーブの組み合わせの子供がいるので、それとその血が入ってる父系と組み合わせると、まあ、全兄弟インブリードが発生すると。まあアドマイアグルーブそのままだとダメなんですけれどもね、まあアドマイアグルーブの子供、まあ、まあアドマイアセプタードラメンテ、まあこの2頭はね全兄弟インブリードになりますね。まあ具体的な例で挙げると、エアグルーブの子供、アドマイアグルーブがサンデーサイレンスですね、イントゥザグルーブ、これもサンデーサイレンスで、サムライハート、この辺が全兄弟ですね。でそしてラストグルーブ、グルベイグ、この2頭も全兄弟ですね。まあディープインパクトですけれどもね。なのでこの馬の子孫同士を掛け合わせると、まあ必然的に全兄弟インブリードになるということになりますね。まあこれはかなり面白いかなという感じですよね。ポルトフィーノが黒船なんですよね。ただ他に黒船産駒がいないから全兄弟インブリードにはならないと、ちょっとそこは残念かなっていう感じですね。でさっき言ったアドマイアグルーブとの全兄弟インブリードを発生させるには、まあサムライハート、これがいますよね。あとはイントゥザグルーブ、この2頭のまあ3区ですね。それをつないでいっていけば、まあ全兄弟インブリードも使えると。ただサムライハートはねちょっとそんなに強くないんであれなんですけれども、まあエディットしてまあ活躍させてっていうことをすればおそらくできるかなっていう感じはしますね。まあこれも面白いかなっていう感じですよね。ルーラーシップでね全兄弟インブリードっていうものはね実はできないですよね、残念ながら。金亀の他のね牝馬がいない、それはちょっと残念ですね。ショパンがいるんですけれども、これ1000馬だからねちょっとそこは残念かなっていう感じですね。まあ自分で持てばね守護馬入りはできるんだけれども、そもそもショパンあれかな、収録されてないかもしれないですね、ちょっとわかんないけれども。まあこういった感じで全兄弟インブリードっていうものを作るっていうことを考えれば、まあ3代4代っていう積み重ねっていうのものは、まあ、必然的に必要になってくるんですけれども、まあ、そう考えれば自家生産馬でも全兄弟インブリードっていうものは使えるようなことになってます、まあ、なのでうまくいけば親系統のラインブリード爆発型とかそういうものも組み合わせてより爆発力が稼げるようになるかなとは思ってます、まあ、なのでかなり奥深いというかめちゃめちゃ使える配合理論なのかなとは思ってます。まあさっき言ったキングマンボの全兄弟インブリードがラブズオンリーユーで使えますよって言ったので、まあ必然的にリアルスティールも使えますしね、幅がかなり広まってるかなっていう感じですね。でちなみにエピファネイアもサドラードウェルズの血がね引いてるので全兄弟インブリードっていうものも使えますね。まあ例えばまあハープスターで入れると分かりやすいんですけれども、フェアリーキングの血がここにあってでサドラードウェルズの血がここにあると、でこれで全兄弟インブリードも使えますよっていうことですね。まあなのでまあハープスター結構需要というか高まるかもしれないですね。まあどうなるか分かんないけれども、まあこれで言うとまあトニー・ウィン、まあカンパラとかね、まあファルブラブとか、まあこの辺系統確立できればしたいし、まあアルザオもねできればしたいですよね。まあアルザオができるかどうかちょっとわかんないけれども、まあスペシャルウィークとかね、あとシンボリクリスフェスとか、まあロベルトは多分普通に系統確立するのかな、スペシャルシュボバレ
使ってれば。まあ、なので、まあ、これまでの配合よりもより奥深い配合というか、そういうものがね、できるようになりましたね。まあ、あと、印の今までついてない、印紙のなかったですね。手術はもう自分で持って活躍させれば、印紙を持つことができるようになったっていうことが分かってるので、まあ、それもいいですよね。まあ、どこまで持つのかね、印紙がつくのか分かんないですけどね、もともと印紙がなかったのが、印紙2個とか持てるようになるのか、そこまでいくのかなっていうのは分かんないですけれどもね、まあ、例えば、印紙1個しか持ってない馬が、印紙2個も持てるようになるのか、それとも印紙がない馬が印紙1個持てるようになるのかっていうのは分かんないですね。まあ、どれくらい活躍すれば印紙何個持つのかっていうのも分かんないですし、まあ、その辺は要検証っていう感じですね。まあ、例えば筋電動すれば印紙2個持てるとか、筋電動で2個持てるとかね、1個とか持てるとか、まあ、そういう風なものかもしれないですし、まあ、あとはパラメーターの伸び具合ですよね。それがどれくらい成長して、まあ、その反映が印紙に現れたりとかするのかなっていう感じはしてますけれどもね。ちょっとどうなるかはわからないですね。まあ、でもこの全兄弟インブリードっていうのはかなり面白いかなっていう感じはしてます。まあ、特に自家製産馬とね、全兄弟っていうのはね、すぐ作れるので、まあ、うまくこう血統をつないでいけば、全兄弟インブリードを生かした配合っていうのはしやすいかなって思います。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。